皆さんこんにちは、おしゃれ着物が着たい久美子です。今日は長女が学校のサークルの発表で大学でライブをやるというので、それを見に行こうと思ってこれから着替えます。天気予報によるとこの日は割と涼しめなんですけど、少し20度ぐらいまで上がるかもしれないということで、長襦袢は朝の長襦袢を着ることにしました。半襟はね、今日は今回白の半襟にしてみました。着物はこの栗山瓶型のドットのコモンにします。ちょっとね、緑の色合いが全然違う色合いの緑ですね。実は栗山瓶型用に長襦袢を新栄さんで1枚購入しました。白地に黄色の模様がある長襦袢で、この着物に合うかなと思って買ってみました。それもまた届いたらご紹介させてください。本当にね、この着物ぴったりですよね。サイズがぴったりって思うだけで本当に嬉しいですよね。とっても着やすいです。10月に入って着物関係の催し物がすごく多くないですか。先週も私が出かけたの椿庵さんの催事と、あとある着物メーカーの試着会っていうのに行ってきたんですね。受注会ではなくて試着会、試着するだけでいいですよっていう感じの会で、もちろんその場でオーダーもできるんですけど、もう名目としては試着だけして後日ネットで受注をしますっていう会だったんですね。なので私も行ってみたいなと思って行ってきました。その時の写真がちょこっとだけあるので、それはこの動画の最後にご覧いただこうと思います。この着物も私のサイズぴったりっていうのもあるので、だいぶ着るのに慣れましたね。だいたいどの辺で腰紐をするといいとかっていうのが分かるようになってきました。今日は着物に合わせてネイルも黄色のネイルを塗ってみました。帯は黄土色の博多を締めていこうかなと思っています。まだ未だに手先をどのぐらい取るかっていうのがちょっとよく分かってなくて、毎回ね、長かったり短かったりで、今日もちょっと短めだったんですよね。そして垂れ先がね、すごく長かったんですよね。ちょっと短いですよねこれ。しかもですね、これ後ろ結びじゃないですか。私なんでか知らないけど、クルリンパ用のビニール袋を初めに巻いちゃったんですよ。必要ないのに。だからね、今抜いちゃいました。はい、まず垂れ先を決めてます。こういう手順がね、綺麗に仕上がるコツかなと思いますね。私みたいな初心者は特に。まあなんとなく形になったかなって感じですね。はい、で帯揚げをね、やっぱり入れ忘れちゃうので、帯揚げを今日は帯揚げ代わりに黄色いレースを使います。今日はちょっとコーデが寂しいかなと思ったので、帯締めを洋服用の、なんていうんですか、ビジューベルト、なんかキラキラがすごいいっぱいついてる、まあベルトみたいな感じで買ったんですよね。でもね、これすごいなんかゴージャスすぎちゃって、洋服とかのワンピースにするとちょっとすごい違和感があるんですよ。でね、すっごい可愛くてちょっとお値段したんですけど、頑張って買ったのに、なんかね、洋服にうまく合わせられなくて、ずっともう何年も使えずに、でも可愛いから捨てられないし、ずっとね取ってあったんですけど、ようやく着物を着て日の目を見ることができました。あ、ちょっと紐が、はい、今日はこんな感じに着ています。何かね、ショールを合わせようかなと思ったんですけど、このスカーフがね、
合うかなと思ったんですけど、ちょっとちっちゃいんですよね。このスカーフもね、なかなか使えなくて。はい、今回はちょっと時間がなかったので全身の画像は撮れてませんが、こんな感じで向かっていきます。ではこの後試着会の様子をご覧ください。はい、これがね、いわゆる反物を巻き巻きしてもらった時状態ですね。こんな感じになってます。結構可愛いなと思って、この柄どうですか？この色の帯がすごく可愛くて、かんざし柄なんですよ。すっごく可愛いし、このブランドの帯は生地がポリエステルではあるんですけど、紬のようなちょっと節がある感じの生地なんですね。なので引っかかりがあるんですよ、結んでる時に。だから普通の通常のポリエステルの帯みたいな感じではなくて、本当に証券みたいな感じでしっかり結べて張りもあって、すごくね、いい帯でした。これね、本当可愛いなと思って、この何とも言えないカフェオレベージュみたいな感じの色がね、すっごく可愛くて、とっても素敵な帯でした。ここのブランドはどれも色合いがすごく絶妙で、どれも素敵でしたね。他の半幅帯なんかもそういう同じような生地で、すごく結びやすくていいなって思います。お着物もポリエステルなんですけど、今ねポリエステル本当にいいものが多いので、これもね、とっても気軽に着れる一枚としてはね、とてもいいなって思いました。お洗濯もできますしね。こういうポリエステル素材のおしゃれ着物のカテゴリー、今すっごく熱いじゃないですか。いろかさんとか六個屋さんとか、他にもいっぱいありますよね。こういうファッションとしてのおしゃれ着物のカテゴリーが本当すごく気になりますね。いや、この本当着物可愛いですよね。あ、欲しいな。はい、試着会の雰囲気はこんな感じでした。他にも何枚か着せていただきました。はい、それでは本日の動画はこれで以上になります。ではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。